皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。いっせーので、いやちょっとどこ行くの。ということで、今日はゆいもりさん、あっちゃんこんにちは、リクエストなんですが、ヤフーニュースで見たホームズパスタのリズボンパスタというのを作ってほしいですというコメントいただきましたので、私も初めて聞いたんですけど、なんか絶望するほど美味しいとか、絶望するほど食材がなくても作れるとか、いろんな意味があって絶望がついてるらしいんですけど、オリーブオイルとニンニクのペペロンチーノみたいな感じのベースのちょっとした食材でも作れるようなパスタのことを言うみたいなんですけど、東京にあるお店はトマトベースですごい美味しそうなスープパスタみたいな感じだったんですけど、今日はちょっと食べたことがないんでオリジナルっぽくはなると思うんですけど、オリジナル絶望パスタを作っていきたいと思います。はい、それでは早速作っていきましょう。まず具材を準備していきます。ニンニクとブラックオリーブを細かく刻み、玉ねぎをみじん切りします。しめじと椎茸は石突きを取り、椎茸は薄く切っておきます。スライスマッシュルームは水気を切っておきます。はい、ではこんな感じで具材を切り終えたら、牛豚の合いびきミンチを 100g と輪切りの唐辛子、トマト缶と牛乳または生クリームも用意しておいてください。はい、では具材の準備が整ったので、フライパンで炒めていきましょう。ファイヤー。フライパンが温まったら、オリーブオイルを敷いて、刻んだ玉ねぎを炒めていきます。玉ねぎに火が通ってきたら、牛豚ミンチを加えて、さらに炒めていきます。はい、でお肉にある程度火が通ったら、キノコ類も全部加えて炒めていきます。塩コショウ少々加えて下味をつけておきます。全体に火が通ったら、一旦お皿に取り出しておきます。はい、では具材を炒め終えたら、沸騰したお湯に塩を一つまみ入れて、パスタを茹でていきます。はい、ではパスタは横のコンロで茹でながら、ベースになるトマトソースを作っていきます。オリーブオイルをたっぷりフライパンにひいていきます。ではここにニンニクと輪切り唐辛子を加えて、焦げないように炒めていきます。はい、では今ニンニクがほんのり色づいて、ニンニクのいい香りがしてきたので、火を止めて、ここにパスタの茹で汁をお玉2杯分と、ホールトマトの缶詰を加えていきます。このホールトマトを少しこう潰しながら乳化させていきます。ではパスタも規定の時間より1分くらい早めに茹で上がったら、ザルに開けておきます。はい、では今乳化して、さっきまでこういう風に油が分離して浮いてたんですけど、しっかりね、全体にオリーブオイルが馴染んだので、ここに取り分けておいた具材を加えて、刻んでおいたブラックオリーブも加えていきます。ではあとここでちょっと隠し味なんですけど、白味噌、味噌を加えて味を整えていきます。このね、味噌が味をまろやかにしてくれるんで、今回は隠し味にトマトベースなんですけど、この味噌を加えていきます。どうかな、ほんのりね、塩コショウとお砂糖も加えておきましょう。お砂糖は甘さが出るので、甘みがいい人は多めに入れればいいですし、砂糖の量は調節して加えてみてください。じゃあちょっとうちのね、父はあまりクリーム系が好きじゃないので取り分けておきます。クリーム系が苦手でトマトスープ系で食べたい人は、もうね、この状態でパスタにかけて食べてみてください。はい、では最後に、絶望的に生クリームを買うのを忘れたので、牛乳をお玉1杯分と、生クリームない時にね、これすごい役立つんですけど、コーヒーフレッシュを2個、じゃあ2個くらい加えていきましょう。はい、ではこんな感じでソースができたので、中火で3分ほど煮込んでいきましょう。では今ソースを煮込んだので、お皿にパスタを乗ってその上にかけてもいいですし、だからね、一緒にちょっと麺をこうタレに絡ませて煮込んでいきます。ちょっとね、茹で時間を1分くらい早く上げたので、その分煮込んであげてください。はい、ではパスタを煮込み終えたら、お皿に盛り付けていきましょう。ハローキティ。ではまずパスタをお皿によそっていきます。
はい、じゃあパスタの上に具材とスープをたっぷりとかけていきましょう。結構てっぺんにね、こうたっぷりきな粉とか乗ってて、あとスープスパなんで、こうソースがね、かなりたっぷりかかってる感じのパスタでしたね。OK。はい、ではこんな感じで、ネットで話題なのかよくわかんないんですけど、ネットで話題の絶望パスタの完成です。はい、では今回はリクエストをいただいた絶望パスタをオリジナルでアレンジしながら再現して作ってみました。それでは本日は透明な白桃ティーで乾杯。おいてぃ。あー、これまた不思議な味やな。なんかちょっと桃っぽいね。どっちかというとレモンティーっぽい味ですね。じゃあ早速いただきましょう。なんかね、東京にあるお店はパルミジャーノチーズをかけて食べるみたいです。粉チーズしかなかったんで。おいチーズ。いただきます。うん、アルデンテ。このままいった方が良さげかな。うん、ちょっと自分も食べたことがなかったので、ネットに書いてあった具材を使いながら作ってみたんですけど、ニンニクをたっぷり入れて、まあ、ペペロンチーノみたいな感じで作って、そこにトマトソースを加えることで、すごいね、ニンニクの味とオリーブオイルの香りがすごい効いた美味しいパスタに仕上がってると思います。ちょっと具材だけで。あー、バーナ、バーナ。結構ひき肉をたっぷり入れてるので、お肉の旨味と隠し味に味噌を入れることでコクのある深みのあるスープスパに仕上がると思います。結構スープスパが人気のお店なのかな。もうちょっと茹で汁入れてもよかったかなくらいなんですけど、いろんな具材の美味しさが出た濃厚なスープとパスタがすごくよく合ってるレシピだと思います。で、まあ、ひき肉がない場合は、魚介を入れてもいいと思います。シーフードミックスとか使って作ってもすごく美味しいパスタに仕上がると思います。まあ、あとは結構ね、キノコとか、ブラックオリーブだけちょっと買わなきゃいけないかもしれないんですけど、結構ね、手軽にあるような感じの材料で作れるんじゃないかなと思います。粉チーズたっぷりかけると美味しいですね。で、絶望的にちょっと生クリームを買い忘れたので、自宅にあるような牛乳とコーヒーフレッシュで代用して作ったんですけど、まあ、少しクリーム系を加えることによって、シンプルなただトマトだけのパスタより、コクがあってね、美味しいパスタに仕上がっていると思います。うん。はい、ということで今日はリクエストいただいた絶望のパスタをオリジナルにアレンジしながら再現して作ってみた動画でした。なんかいろんな絶望の意味があるみたいなんですけど、オリーブオイル、ニンニクと、あと手軽にあるような材料ですごく簡単に作れるパスタだと思います。トマトベースなんですけど、こうやって生クリームを入れるパスタというのはね、あんま食べたことなかったんですけど、濃厚な感じがすごく美味しかったです。東京にもお店があって話題になってるみたいなので、気になる人はぜひ自宅で作ってみるか、お店へ行ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価、お願いしまーす。シャバダー、倍絶望。パスタもいいんですけど、ご飯にかけて食べたいです。